さて、次の曲に参りましょう。次の曲は、皆さんお待ちかね、カラーガード演技を披露します。演奏する曲は、暴れん坊将軍で有名な松平健さんの踊る、マツケンサンバ2です。マツケンパラパラ、マツケンマガジャなど、様々なシリーズを出していますが、このマツケンサンバ2は特に人気も高く、紅白歌合戦でも歌われた曲です。それではお聴きください。マツケンサンバ2です。
それではお聴きください。新時代です。それではお聴きください。永遠に残る映画音楽の名作、ひまわりです。
昔の曲ですが、サントリーの CM、韓国人のポステ今流れていますので、あ、これ聞いたことあるって人ももしかしたらいるかもしれませんね。それでは次の曲に参りましょう。